いる町の2つの町の町名前がが出たわけなんですがあの私どもあのやはり、り、えー、この近くに住お住まいになっておられて今あの、避難所生活をされておられる方々にあの、まあ、そこに出向いてヒアリングなどをさせていただいているわけなんですが、えー、その中ではあの浪江町の方々が、えー、どうもです、ね、東京電力からの説明を受けられなかったというご不満をです、ね、かなり抱いておられるということを私どもはあの承知しているわけなんですが。 浪江町への,あの連絡というんでしょうかそういうものは十分なされなかったという理解でよろししいんでしょうか私どもこの原子力災害特別措置法に基づく通報これは大きな原子力事故が起きたという通報でございますけれどもこれが起きますと。 一定のこれ書式がございまして、でどういうこういうことを報告しなければいけないということがあらかじめ定められております。で、そうしたものにつきましては、あお送りを。 するとこれはファックスも含めてですけれども、えー、ということでそういうことは私どもやったというふうに思っておりますがただ電話,線電話回線そのものがつながらないとあるいはさまざまな理由でそうしたことがきちんと伝わらなかったということなのかなというふうに思っております。れれににしししままててももも私ども連絡につきましてもこれは 精一杯のことをやったというふうには思っておりますけれども今いただきましたような声がさまざまなところから声をいただいているということもよく認識をいたしておりますのでこうした緊急時の通報の在り方につきましてもさまざまな改善の余地がある,あ,るあるということだというふうに思っておりますしまたそうした大変なご迷惑を